布目メダムは、奈良県奈良市北の山町地先、笠木山付近で木津川に合流する、淀川水系木津川左市布目川に位置するダムである。木津川上流ダム群の一つ。1967年に、淀川水系改底基本計画が完了し、これに基づき建設された、天ヶ瀬ダムや鉱山ダムは、関西圏への利水と淀川流域の地水に大きな役割を果たしていた。 また1962年には、淀川水系が、水資源開発促進法による開発水系に指定され、淀川水系水資源開発基本計画の、下小レンジダムやム、ロウダムが建設され、増え続ける水需要に応えていた。しかしなおも青天井の勢いで増え続ける、関西圏の人口は、水需要のみならず、従来家屋が存在しなかった地域への、 宅地造成という形となり、地水上の問題を新たに招いた。1971年、淀川水系の新たなる地水対策方針を打ち出すべく、淀川水系工事実施基本計画が建設省によって策定された。この中で、日吉ダム、日立ダム、淀川大関が新たに計画されたが、翌1972年にフルプランの改定もなされ、 これらのダム事業は水資源開発公団へ移管された。これら事業計画の中で新規に計画された施設の中に布目ダムがあり、笠木山付近で木津川に合流する布目川に建設されることとなった。木津川流域では高山、昇蓮寺、室生、日立ダムに続き5番目に計画されたダムで1975年より実施計画調査が行われた。 ダム建設に伴い48個の住居と36ヘクタールの農地が水没することになり、当初からダム建設に対して住民は反対の意思を固め、保障交渉は難儀な状況となっていた。1980年には水源地域対策特別措置法の適用を受け、住民に対しては様々な移転援助や生活再建策、 地域振興策を提示し粘り強い交渉を行った。保証交渉だけつ本体工事に入り、計画発表から16年後の1991年完成にこぎつけた。なお、計画発表は日立ダムより3年遅れであったが、完成は日立ダムよりも7年早い完成であった。ダムの形式は重力式コンクリートダムであるが、右岸部には貯水維持のために、 脇ダムが建設されておりその形式は、ロックフィルダムである。ただし連結してはいないのでコンバインダムではない。高さは72.0メートル。布目川、木津川、淀川各沿岸の、洪水調節と流域の完了水利権分の、農業用水を補給する不特定利水、奈良市への上水道供給を目的とした、多目的ダムである。ダムによってできた、布目湖は、 関西地方における、ブラックバスやヘラブナ、ワカサギの釣り場として有名である。また、小岩道路は適度なアップダウンやカーブがあることから、自転車競技やマラソンの練習に最適。さらに、毎年12月の第2週日曜日には、山添、N のメダムマラソン大会が開催されている。加えて1999年からは日本における、世界的な自転車ロードレースである。 ツアーオブジャパンにおいて、東大時代仏殿をスタートして、布目ダムをゴール地点とする、奈良ステージのコースとしても使われている。ダム付近には、この他、五代五天皇が、現行の変で先行した、笠木山や月ヶ瀬梅林、さらに野牛胸都市、野牛胸の里市の本拠地で健康の里として名高い、野牛も近い。また、ツアーオブジャパンならステージプレイベントとして布目。 湖畔サイクルフェスタも毎年実施されており、家族連れを中心としたサイクリング大会が開催されている。ダムへのアクセスは3つある。国道163号より主要府県道4号を JR 関西本線、笠木駅方面へ曲がり笠木山を越え、野牛中心部の交差点を東方面へ左折、布目川沿いを上流へ遡る。 半那道路より国道369号に入り、野牛中心部の交差点を直進。あとは、上記と同じ。国道25号、山添インターチェンジ下車後に、主要県道80号を山添村立山添中学校方面へ左折し、直進。その後、ヌノ目湖を渡る橋を越えすぐ右折しヌ目湖沿いを、北上する。公共交通機関では、JR 関西本線、 笠木駅、または JR 山和地線、奈良駅、近鉄奈良線、近鉄奈良駅となる。なお、奈良県道25号線の内あたり、ダム周辺交差点間は、終日、二輪車通行禁止となっているためバイクで、来訪の際は注意されたい。ありがとうございます。